はい、どうも、鈴木でーす。今回もですね、ヨカウチスイッチの方をやっていこうかなと思うんですけども、まずはですね、今回は大森山のハイトンネルから、まだ捕まえてない妖怪をね、捕まえていこうかなと思うんですけど、まあ、例えばですね、こいつです。だらけと、こいつまだね、ゲットしてないんですよね。で、まあ、こいつ、ジュースか、ジュースめんどくさいよね。まだこの時はさ、ジュースってさ、あれだから、結構レアアイテムやからさ、ヨキシマムゴってやったっけしか、ま、仲間になりやすさアップがね、結構働くのがなくて、あとはなんかそこそことかちょっぴり懐きやすくなるみたいなばっかやねんな。だからちょっとめんどくさいねんけど、じゃ、ここで、とりあえずちょっと頑張って、まだ捕まえてないやつ、例えばだらけ島とか、あと、何やったっけ藤の山やったっけお相撲さんみたいなやつとかも多分ここにいると思うから、そういうやつらも、ちょっと仲間にしていきたい。早っ！ジュースで仲間なんや ?2 回目ぐらいです。鼻くそ落ちっとるわ、こいつ。舐めくさ、飛ばした来たな鼻くそ飛ばした、今。あ、食った鼻くそ食った、今しかも確かだらけとってさ、進化やったよな、こいつ。ちょっと待って、こいつじゃあ入れ替えとこう。おー、来た。こいつ、藤の山。こいつもね、あれなんですよ、ここ限定なんかな。で、あと、藤の山ゲットしてる最中に見つけたんが、片のり親方やね。片のり親方も、なんかここにいるらしくて、うおっ、そっか、なんか3あたりからさ、もうなんか2とか3ってさ、妖怪の数が多すぎてさ、正直このレジェンド解放する妖怪ってさ、大体なんかちょっと見た目的にさ、レアなやつ多いやん。あ、こいつ明らかにレアやなみたいなやつ多いけどさ、1の頃はまだなんかあれやな、その辺の妖怪がちゃんと解放条件になってるって感じやな。あの妖怪の数も少ないし、なんか3とか2とかやったらやっぱうわー、なんかめんどくせえ、捕まえるのがめんどくせえけど、まあやっぱこれぐらいレジェンド解放するんやったらこれぐらいの妖怪必要かみたいなやつ多かったけど、ワンはまだまだあれやな、こんなんでいいのみたいなえ、解放妖怪こいつええのみたいなやつばっかやな。おー、引きこもり来た。引きこもりも確かさ、レベルアップ進化やったっけ。なんかこんなツルテカな引きこもりや初めて見た。さすが 3D グラフィックや。スルピカでさ、こいつ頭がなんか、確かこいつ1の頃ってまだレベル進化よね、わかんねえよななんか合成進化になったりするから急にわからへんよ。多分こいつは確かレベルアップ進化やった気がする。おお、来たー、カトリー親方。こいつなんか地味にめちゃくちゃ時間かかったぞ。20分ぐらいかかったかも。こいつ親方のくせに声高っ声高親方やん。あー、肩乗り小僧すらおらんかった肩乗り小僧がおらんのか、まず。あ、じゃあどっか、多分肩乗り小僧ぐらい多分その辺の地べたになんかいるっしょ。なんか取り憑かれてるやつがいるやん、早速。こいつなんや。あー、ダメだ、トイレが我慢できない。今日に限ってなんでこんなにすぐトイレに行きたくなるんだ。ただのジュースを飲みすぎたおバカさんにも見えますがもしかしたら妖怪の仕業かもしれませんので、念のためコンビニの中を調べてみますか。しゃあねえな、別にトイレ行ったらええやんいや、トイレ行ったらよくない、空いてますけど今。あれなのかな、森蔵に取り憑かれてるとトイレに行っても行ってもさ、なんか漏らしたくなっちゃうんかな。ひらめいた、あ、ひらめいた。漏らすか漏らさないかギリギリだぞ。そらそら、お漏らししたくなったらどっか行けあれ、俺漏れとって持ってたっけ。だら、あ、持ってねえ。待て待て、お前仲間なれ。なあ、使えねんかい。くそ、敵に使えなかった。ならお前もう殺すしかなくなっちゃったよ俺最近あれ好きやねツイッターで流れてくるさ、たまに竜が如くやろうな。ああ、殺すしかなくなっちゃったよーっていうやつあれめっちゃ好きあの画像めっちゃ好きやね、ハマっちゃってんのよな
さあこれ仲間になってくれんかな、モレゾなんかこういうところで仲間になってくれたら楽なんですけどね、ストーリーで。ワンってそんなにストーリーで仲間になることないか。そういや、やはりお金シャーザーでしたか。店員さんも無事のようですし、北風ラーメンに戻りましょう。北風ラーメン、はあ、え、話が見えてこない。これいつ、いえこれいつ受けたクエストや。ちょっとわからへん、なんで北風ラーメンに戻るんや。一回じゃあ戻ってみるか。さあ北風かラーメンやってきたけど、どれだ、どっちだ、こっちか、いやこっちか。そうか、あいつちゃんと来るんだな。わざわざ遠いところまで行かせて悪かった。今度ラーメン食いに来いよ、サービスしてやるから。まあ気持ちの面でだけどな。なんだ、てっきり割引でもしてくれるのかと思ったらケチな店員さんなんですね。まあこれでこの店の人でも足りるでしょう。これにて一件落着です。あー漏れそうなアルバイト、タイトルだけで分かった、どういうクエストが。多分あいつがトイレ行きたすぎてなかなかバイトに来おへんかったんや、この北風ラーメンの。それで探してこいってやつね。なるほどね。じゃあこいつ行く、こいつも取り憑かれてるけど。え、母ちゃんが、無理無理、家に帰る、家に帰るなんて。途中にどんだけ道路があると思ってんの、事故になるかもしれないじゃないか。それにさ、最近物騒だろ、ひったくりにも襲われるかもしれないしさ。って言われにはお前一人でラーメン食ってるやん。とにかく無理だから、無理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 。このあまりにも極端な、極端な嫌がり方、間違いありません。これは妖怪の仕業ですよ。店の中を探しましょう、どっかに妖怪がいるはずです。絶対あれやん、無理だ嬢ですやん。でしょ、どこ、ん、遠いな。なんか遠いな距離。あ、その距離、そんな遠くの距離から取り憑かれてる。思ったよりも遠かったわ。え、間に2人ぐらい人おんのに。取り付いてる人間から離れるだと、無理無理、お前のようなひよっこ返り討ちしてやるわ。ちょっとお前は、でもお前持ってたな、お前持ってたわ。圧すご。こいつら3人の圧すご、高画質の高画質無理壁の3人の圧すごすぎる。ウォールマリアですこれ。これウォールマリアです。オッケー。てかさ、だらけ島とひこもりがさ、あ、待って。横取りもさ、レベルアップ進化しそうじゃない？まだか。これで帰ってもらえるでしょうか？もう一度亭主さんを説得しましょう。うん、買うか？帰りたいのは山々なんだけど、母ちゃんが怖くてね。うん。休みの日はめちゃくちゃこき使われちゃうんだよ。悪いけど母ちゃんにはうまいこと言い訳しといてくれよ。亭主さんが帰れなかったのは無理壁のせいじゃなかったんですね。仕方ないです。スクラニューターにいるこの方の奥さんに報告しに行きましょうか。はあ、この人の奥さんどこにいんや、あんま知らんけど。スクラニューターの方つってたな。あ、この人か。私が怖いって、ははは、あの人らしいね。ありがとう、様子を見てくれて助かったよ。あとは自分で何とかするからさ、鬼嫁としてね。豪快な奥様ですね。いやはや亭主さんの気持ちわからなくもないです。はい。はい。何やねん、ウィスパーの最後のはい。多分握りつぶされんやろうな。あの亭主さん、ボコボコにされんやろうな、かわいそう。あれ、こいつってクラスメイトのやつやんな。あいたたた、ちょっと聞いてくれよ。母さんにさ、お使い頼まれてさ、フロアロードに行ったんだよ。そしたらさ、ワクワクポケットの前でフラフラーと吸い寄せられたんだよね。それでふわっと気がついたら、お使い台を全部使っていたんだ。そのせいでさ、見てくれよ、このでっけえタンコブ。どれや、お前でっけえタンコブ分からへんわ。お前でも髪型がすごいぞ。でもなんであんなに使っちゃったのか分かんなくてさ。むむ、これは何やら怪しい匂いがしますよ。なんだかあそこ怪しいんだよね。よかったらお前見に行ってくれないか。ほう、見てくれるのか、サンキュー。なんか分かったら俺にも教えてくれよな。それではフラワーロードのワクワクポケットに行ってみましょう。無駄遣いにご用心。これ絶対無駄遣いやん。もう出てますやん、答え出てますけど。ワクワクポケットってここ？おや、容器です。ワクワクポケットの前から容器を感じます。妖怪落ちで調べてみましょう。ほう、あ、いた。かぶって見えへん。かぶって見えねえわ。でも多分無駄遣いでしょ、あなた。ほら、無駄遣い、やっぱりな。うん、こいつですね。無駄遣いの原因はとっちめちゃいましょう。なんかウィスパー若干口悪い、気のせい。
気のせいかな、こいつですねこいつですねとか言ったっけ、ウィスパーって懲らしめちゃいましょうぐらいって言いそうやけど、なんかそのうち殺しちゃいましょうとか言いそうやけど、このウィスパー、よーしこれで大丈夫ばない、まだ容器が消えてません、フラワーロードの中にまだ容器がいるみたいです、探してみましょう、まだいる、マジ、え、どこ、ピーン、来た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 、この路地裏の方から容器の気配がしますよ、ここ、ほう、容器の気配っていうかクソほどいるけど、この容器どころじゃなくて、これ見ても、ほら見よう、ケツが3匹もん、これここ、チッ、ステッカー隠れたのにバレたな、仕方ない、それがあそこケツ大量、なんかこの前もここ来て大量のケツがいたような気がする、マジで、オッケー、倒せたけど、ん、倒したけどまだいいのかな、待って、まだ路地裏にいるってことかな、それとももうさっきの依頼主のところに、あーいたわ、待って、路地裏にもう一体いたわ、やっぱケツがちょっと無駄遣いをガッチリフォールドしてる、エッチふむ、これでもう無駄遣いさせることはないでしょう、タク君も安心ですね、彼に教えてあげましょう、教えてあげるか、てかそうや、地下施設で思い出したけど、どっからかな、地下に入ってな、多分またね、あの闇マロやったっけがいるらしいねんけど、地下に確かワンの方でも、どこから行くのかっていう話だよね、え、怪しいやつが金を使いたい、え、使わせていた、それ何なんだよ、怖いやつだな、でもお前が払ってくれたんだろ、見かけによらず勇気あるんだな、とにかく助かったよ、ありがとうな、オッケー、ちょっとな、地下の施設にもね行ってみたいんやけどね、お前まだクエストある、オース、もしかして今暇だったりする、今暇っていうか、うん、今終わったばっかりしな、お前の頼み事、今から鬼ごっこやろうってみんなを誘ってたんだけど、一緒にやらない、あー鬼ごっこか、オッケー、やるか、ウルトラ鬼ごっこ、あ、これちょっとむずいやつじゃん、このウルトラ鬼ごっこって、鬼ごっことかにもないんだあんねんな、5分以内に10人捕まえろ、誰や、うわ結構範囲広いやんけ、いるか、あ、いた、誰だお前、春彦知らねえこいつバカだ、僕の計算では捕まるはずないのに、頭脳系ね、うん、でもお前そういうやつはな、根性系に負けんねん、これは誰、うわ、舞ちゃん来たー、舞ちゃんギャルや、ギャル、ちょマジもうやんなっちゃう、いや傘さしてるから、そこで、そんなところで、あとは、あ、こいつは、あいたんや、あいたんのこと追っかけすぎじゃない、いくら私が可愛いからって、こいつら全然鬼子やる気ない、まあ女の子はそんなもんか多分付き合わされてるだけなのな、こいつは、あ、前田さん負けたわなんかこの前の前田さんも潔かったよな、前田さんって結構でもこういう鬼ごっことか積極的に参加するタイプやねんな、やっぱ小学生やな、お、お、誰だお前、あ、酒井さんや、むきー悔しい、酒井さんは前田さんと一緒にオカルト犬やってる人やな、俺マジで俺詳しくなりすぎやろ、オカモッチ、あのマジサブクエもこまめにやってっからよ、なんかあの学校じゃないわ、クラスメイトのあのやつが覚えてんねんな、どういうキャラか、見つけるなよ、言い出しっぺちゃんと関係性とかちゃんと頭入ってんねんな俺、キャー捕まった、こいつ確かあれやんな、生き物係やったやんなこいつとタグが生き物係やったっけ、知らねえお前、誰や高一、うわ見つかった、うまく隠れたと思ったのにな、こいつは初めてや、こいつマジで見たことない、あと生き物係、あの男の子っぽいさ帽子かぶったさ、あの日焼けしてる子と多分タクとさっきの前歯出た子が生き物係やってんな、でオカルト犬は酒井さんと前田さんっていう、でギャル、ギャルとあともう一人なんかいたよな、2で大変身した陰キャみたいなやつ、あ、いた、ちょ待って、お前ちょ待って待って、待って、早っこいつ、足早っこいつ、あ、あれはあかんわ、ちょあれはちょっと無視しよう、あいつ足早すぎ、多分小学生の時やったらずっとモテてるタイプや、足早すぎて運動会とかでかけっこで1位になってるやつ、あ、この私を捕まえるなんてあなたやるじゃない目立つな、目立つな、のりちゃん、あとは、え、もしかしてこれピッて10人ってわけじゃないよな、さすがに
え、あいつ追いかけなあかん感じか。それだとちょっときついんやけど。あいつめっちゃ足速かったもん。これぴったり10人じゃないか。うわー、あいつどこ行った。あいつ追いかけるしかないか。じゃあもうあと3分間使って。誰だお前。あー、おい、ひでぽん、いっぱいおるやん。あ、めぐちゃんやん。もう何をあんた手加減しなさいよ。俺このとこおったっけ、めぐちゃん。急に現れるめぐちゃん。まあよかった、全員ではないけど10人捕まれたわ。いやー楽しかったね。やっぱり鬼ごっこは最高だよ。ウルトラ鬼ごっこカン。え、何目出し棒って。ちょっと待ってな、アイテムの目出し棒って何あれ。危ないねんけど。強盗でもするつもり。あ、これ大当たりちゃん。え、あのアイテムの目出し棒って何ですか。なんか、なんか物騒なアイテム来たんやけど。おい、絶対強盗するつもりやん。なあ、続き暇か、強盗しようぜみたいな。こんなん渡されるってことはどこや。目出し棒、目出し棒、目出し棒、装備かな。敵から狙われにくくなる。首までかぶって正体隠す、クスマスク。こんなのが本当に効くのか。危なすぎこれ。お、この人は、うん、あー困った困ったな。聞いてくれるかい。会社の同僚がこの病院の中に入っても出てこないんだよ。あいつ最近ずっと眠れないって様子が変だったんだ。こう中ってお化けが出そうだし、怖くて足がすくんで動けなくて。悪いけど代わりの中に、代わりに中の様子を見てきてくれないか。ほう、ここ廃病院やぞ。ありがとう。ここで足がすくんだまま僕は君と同僚を待ち続けるよ。眠れぬサラリーマン。え、ここ一応廃病院ですけど、人が入ることってあんの。どこどこ。あ、小町郎とかいる。廃病院は死ぬほど来た気がする。確かな、モテマクールか。モテマクールを捕まえるために死ぬほどここ出入りした気がするぞ。え、待って、あいつ名前何やったっけ。うわっ、こいつ、あれ、こいつ S ランクじゃなかった。最高潮、最高潮は確かねジュースなんで、もうここはヨキシマムゴッド行くわ。ほら、あ、 A ランクか、 A ランクか。はあ、最高潮これでんや。ほら、こいつモテまくるね。ここでね出てくるんですけど、こいつマジ100体ぐらい買って捕まらなかったからな。マジ地獄やった、あれ。そろそろ引きこもりとかだらけと横取り進化してほしいんやけど。いや、引きこもりがレベルアップ進化かどうか分からない。あ、圧巻ビーグルやん。お前進化した。圧巻ビーグル熱すぎる。ザンバラトー、ザンバラトー、オッケー。ダララザンビラはどこでゲットできんやろ。結構レア枠やからな。あー、こへんか、最高潮捕まるんですよね。あの、俺の手にかかれば皆無。とも皆無。皆無。皆無。オッケー。よし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 。オッケー。いや、ちょっと最高潮も捕まえたいけども、最高潮って別に、そっか、合成でもいいから。わざわざ捕まえる必要ないと思うんだけど、ちょっと待って待って待って。あのさ、どこいんの、会社員の友達。死んだんじゃないか、これ、もしかして。これ死んだ臭くない？大丈夫？遺体が見つからへんけど。まあ、せめて遺体ぐらいは探したるか。あ、いた。俺、ワンの、あれで3階まで来んの初めてかもしれん。あ、ほら、聞こえんや。風眠や。眠れないと。風眠が取り付いてたんや。何か妖怪？眠れない夜が欲しいのかい？風眠ってこの時 S やん、S やったっけ？眠れない方が楽しいもんね。でも君にはあげないよ。永遠に眠らせてあげるよ。風眠は確かな。あ、4つ。いや、これ多分無理やな。あの、そうか。そうやな。ちょっと待って、そうやな。S ランクやもんな。やばいな、これ。ちょっと待って。あれ、クソ強くね？
クソ強くないですかこれ。あ、やばい、これ、これやばい、これ。ちょっと待てよ、ウォニーさん。これやばいな。ちょ待って、これやばいわ。めっちゃ強いわ。ちゃんと強いわ、こいつら。さすが S ランク。そして S ランクの側近。風味欲しいけどな。これ、出し惜しみしたらあかんな。うわっ！ダメ！死んじゃダメ！ちょっと待って。ちょっと待って。やばい！死ぬ！ちょっと待って。死ぬ！ちょっと待って、待って。よくない、よくない。あ、よかった。まず一人倒した。あ、やばい！あ、倒してない！全然倒せてない！やばい！こいつ強っ！やばい！強すぎる！強すぎるよ！したしたし、くそ！待て待て、待て待て。あー、これ無理や。これやばい。これまあ吹雪姫この状態もうちょっと後ろは下げねえ。これまずは踏み倒せたけど痛すぎる。これ痛すぎるって、なんちゅうダメージしてんねん。ちょっとこの人たたい、いや先先先こっち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 、おしよ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 し、頑張ろうオルチ、倒して。硬すぎ、ワロタやばすぎないこいつ。よし、まず一人倒した。頑張れオロチオロチ。こいつでもあれじゃない、取り付け技じゃなかったっけ確か。これ取り付け技じゃなかったわ。やばい、ずずくそ痛い、くそ痛いよ、くそ痛いよ、くそ痛い、やばい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 。あーちょっと、あとちょっと倒して倒して倒して、早く、やばい。あーよかった、危な、強、舐めてた、正直舐めてました。あ、これ進化すんじゃね、してくれもう進化しーひんのお前ら。あれ、こんなとこで何やってんだ。気味が悪いところだな、出口はどっちかな。いやマジで強すぎ。おー、プルンプルしたなお前ヒゴキシ。プルンプルンしてるほっぺたが。ヘコキジン。きた、ヘコキジンか、こいつ。こいつも A ランクなよな。マジでこの廃病院 A ランク多すぎるわ。あ、これってあれ多分あれかな、イケメン剣かな。不気味で解放ってことは、こんだけの不気味ってことは。いやマジでさ、ここ A ランクの宝庫ですわ。詰め込みすぎ。あー来た、おろし。でっか。おろし。顔でっか。収まってないやん。オッケー。お、埋まってきたね。いいね、いいね、いいね。あとちょっとや、ここのページは。無事帰ってこれたか。ありがとう、君のおかげだ。同僚の顔色が良くなった気がするよ。では、同僚と一緒に帰るかな。君も早く立ち立った方がいいよ。オッケー、眠れるサラリーマン。うわ、風民欲しい。どこにいんやろ、風民って。風民どこにいるか気になんな。ちょっとやっぱいつか手に入れたいわ、風民は。安眠枕？またなんか謎のアイテムゲットしたな。なんだ安眠枕って。気になる。なんか面白いアイテムいっぱいあんな。妖怪ウォッチマンって。まあ、2ってほぼほぼこんな。似たような能力がいっぱいやったから、特にその新しくなアイテムを追加する必要がなかったやろうな。全部こんにすればいいから。安眠枕、 HP は少しずつ回復、サボりやすくなる。癒しを与える高級枕、休みがちになるがたまにけど、え、面白いやん。なんか面白い能力の、面白い見た目と面白い能力のさアイテム結構あんな。